生原昭弘は日本の野球関係者、メジャーリーグ球団職員、日米間の野球交流発展に尽力し、親身になって野球留学生を世話するなどして多くの野球人に慕われた、福岡県田川郡河原町出身、愛イク生原の愛称、通称で知られる、福岡県立田川高校から早稲田大学へ進学し、野球部選手として活躍。 1959年には、リッカーミシンに入社して、社会人野球で活躍した。1961年には、アジア大学公式野球部監督に就任し、1965年秋には、同部を一部に昇格させるなど、アマチュア野球指導者として活動していた。自身の指導法に疑問を抱き、野球を探求するため、1965年3月に、 当時、読売ジャイアンツの顧問を務めていた鈴木宗太郎の紹介でアメリカ合衆国へ渡り、ロサンゼルスドジャース参加のマイナーチームであるスポケン・インディアンスで用具係になった。渡米当初は英語が話せず、時には人種差別を受けることもあったが、靴磨きや洗濯を黙々とこなし、ドジャースでメジャー組織と球団経営を学んだ。やがてチームから信頼を得るとともに、 壮大の先輩である、広岡達郎ら多くの日本人から頼られるようになり、鈴木からは、イクハラの生徒アイゼンハワー元大統領の愛称にちなみ、アイクと呼ばれるようになった。イクハラの没後、国際野球連盟会長のロバート・イ、e、ースミスは、野球のオリンピック正式競技採用に、アイクが果たした役割は大きいと述べている。1982年1月からは、 ウォルター・オーマリー会長の補佐として、日米間の交流に尽くし、巨人や中日ドラゴンズのベロビーチでのキャンプを実現させたり、日米大学野球開催など、プロアマチュアを問わず、日米野球交流に尽力した。また、中国、ソビエト連邦など、野球の国際的普及にも尽力したほか、1983年には、前年シーズン途中に右肘を痛めて、 選手生命の危機に立たされていた村田長次に整形外科医のフランク・ジョーブ博士を紹介。村田は同年8月24日にトミー・ジョン手術を受け、リハビリを経て復活した。日本のプロ球団から送られてくる野球留学生の面倒を見るなど、アメリカにおける日本人選手の父親的存在として知られていた。ウォルターの息子であるピーター・オーマリーとは長年行動を共にした。 1992年6月に長島和茂を指導するために訪れたフロリダ州ベロビーチで腹部に異常を訴えて入院し、同月18日に日本で手術を受けた。7月16日にはアメリカに戻り、8月に再手術を受けたが、同年10月26日に病気療養中のセンチネラ病院で死去。1998年にドジャースは、 オマリー家の家族経営から離れたが、イクハラは、ロサンゼルス郊外にあるオマリー家代々の墓の隣に、ある墓で眠っている。日米の野球交流に、多大な貢献をした功績が認められ、1992年10月31日には、日本野球機構から特別表彰を受けた。また、イバは1993年に、アイクイクハラ賞を創設した。2002年、 特別表彰にて野球殿堂入りした。1988年、山本正は半年間にわたり、生原のもとで野球留学したが、生原は山本に対し練習、試合、食事も一緒に献身的に指導していたため、山本がいつ寝ているのかと疑問に思うほどであった。また、 1990年1月にはオーストラリアゴールドコーストで開かれた中日の実施トレーニングに臨時コーチとして参加していたが、その際にはパームメドーズ球場から宿舎のホテルまで十数キロメートルの道のりを約1時間に渡り走って戻ったにもかかわらず、全く一気切れしておらず、選手やコーチたちが驚くほどだった。肉を一切れ食べれば、野菜を ボール1個分は食べたというほど健康に気を使う人物でもあった。ありがとうございます。